さあ、武田選手は関東からの遠征、憂鬱会。光選手は関西の、まあ、言わずと知れた世界最強ドンキー。サバイバル。さあ、お互い関西 VS 関東の構図となりました。お互いの対戦経験がどれくらいあるのかわかんないですが、なかなか見ない組み合わせだとは思います。リュウはリフコンの確定体広そうな感じしますね。さあ、ルーザーズファイナル、武田 VS 光、盛り上がっていきましょう。さあ、お互い野獣のようなこの2人、さあ火力の稼ぎ合いとなるのではないでしょうか。さあ、ゴリゴリの振り向きつかみからニュートラル。さあ、 45% は 34%。 おい、さあ、いきなり挨拶と言わんばかりに、さあ展開が早すぎる。ゴリパンから1回掴んで1本バースト。さあ、あっという間にイニストックが溶けてしまった。キーをなく溶けていく。さあ、ジャックジャック、え、ヤンキーグラ。さあ、暴れたタイミングで行きたくすぎる。さあ、光るノリノリか。さあ、乗った時のこの男は手がつけられないか。さあ、お互い回転していく。さあ、 90%66%。 さあ、武田選手投げに掴まれてしまうとあの世が近づいてくる。さあ、苦しいが遠距離、横島の助け帰れず、灼熱からラインを詰めていくが、逃げで返されて復帰措置の展開。ステビーは後突きかられず、ニュートラルからメティオにはならない。さあ、武田いけるか。昇竜は的確に投げて、さあ、阻止が、あ、さあ、プレッシャーに落とされてしまう。武田先制したのは光る。1戦目最後見事にフック訴訟を決めたヒカルドンキー勝利ですが、2戦目さあどうなる。ステージは戦場、上に広くて台で悪さができるステージ。お互いに台を使った悪さはできそうですが、どっちが悪さするのか。空白で入って一気に 25% 取っていく。上京上京、火力は高いが、そして上火、あら、うまいですね。今空下ちゃんと受け身取ってる。受け身取ってなかったら掴み勝てやったでしょう。 70% 対 28%。 昇竜拳でリスクのない大上に行く昇竜拳。さあ、パーセントリードは光ドンキーだが、熊へ空白刺さって、台を存分に使っている立ち回りだが、海台でセービングからメテオかかりやっていく。あ、俺、ああ、その若い見てましたね。今後ろ回避を選択した武田さん、うまくどうだし熊へ、上弱上弱ずれている。この男も十分 SDA モンスター。そして後ろから復し上ビー、素晴らしい。そして本手にはならなかった、うまい。一緒、あとこれは帰っていく。あの、あ、まい、普通に食え、お前何しとんねんという感じの空上でしたが、やはりこの男に吹っ込んだけではない、散々言っていますが、ここで 29% 取っていって、ほら起き上がり攻撃強気。ディエ上強でリターン取っていって 48%、 87% 掴んで、さあ読み合い、怖かったが、そこはしっかり分かっている武田流、回避なんてするわけねえと冷静です。ウェビー狙っていく。このウェビーはですね、 X のメタナイトのカツオシャトルを放送させますね。ほら、これはこれ、うわ復帰が積んでるのか、このカードは。まさか日本練習して勝ったのはヒカルドンキー。阻止が極まってましたね、完全に。最終決戦、
まずは遠征勢をバッタバッタ